まあ、小宮に近くの村なんですけどね、はい、でそこでうちのおふくろがあの石碑があって、はい、あのここから上陸したという、うん、なんか石碑が残ってるらしいんですよね。それは上福が多分そうじゃないかなと思うんですけど、ね、宇検というとこ、宇検というのはその記念浜の近くですか？あの全然違う。いや、やっぱりあの東シナ海向き の、はい、あのすごく奄美の中でも一番 どの辺りなんです、我々してるんだ、あの例えば徳之島町、伊仙町、はい、なぜとあの小宮がありますよね。小宮、なぜと小宮分かる、小宮徳之島のとこで、徳之島よりですわ、奄美本島があるんですよ、はい、本島の南の方です。ああ、奄美、あの諸島の中の奄美というところですね。それの小宮のあたり、宇検村というところに、その上福が来たという伝承がある。小宮、あの日があると。日があると。あ、はい、お袋から聞いたことがあるんですよ、ね。ええー、そうそう話ですね、うん。はい。そんな話を、ええー、まあ上福かどうかわかりませんけど。はいはいはい。あ、わからないけど。上陸先の石碑があるということ。なるほどなるほど。聞いたことがあって。ああ、なるほど。で、あの YouTube で、見せていただいたら、あの徳之島が徳之島そういう話されてきたからやっぱり上福は100隻ほどの船でこちらに向かってますよね。そうです、はい、だからやっぱりちょっと分かれてきてると思うんですね。そうですよね、まとめて、はい、ですから当時はもうあの奄美諸島の中の、まあ、徳之島奄美と、渡韓島とか徳之島言ってたらしいんですけど、うん、まあ、その辺に来たんじゃないか、うん、で徳之島に記念浜というのがあるんで、まあ、そこを何々を記念するところであり、まあ、徳之島全体を見てもその船が着けるようなところというのはですねあまりないんですね、うん、ゴツゴツしてましたね、ゴツのようにね。でまあそれらの遺構が、まあ、奄美の方にも行ってるし、奄美と徳之島というのは野呂ゆたのもう最たるところで一番最初にできたところですから、学者の先生方は沖縄からこう伝わってきたんだとおっしゃるんですが、とんでもない逆なんですね。それは分かってるからものすごく古いんですよ。だからそういうところからまあ走って、まあ、あの奄美諸島のあたりにですね、まあ、卑弥呼の邪馬台国が、まあ、できたんじゃないかということが分かってまいりましてね。でその中心が、上主縄というところがどうやらその石の、積んだようなそういう石碑のですね、もう石器時代にあたるような村があるのでね、そういう古墳もありますし、前方後円もあるし、卑弥呼の遺体屋敷物も見つかってますから、まあそこ間違いない。で、まあ、7万戸ということでしたのでね、だから徳之島だけで7万戸もそんなもいるはずないじゃないかと、うん、まあいうような意見がまああってね、まあ私は大丈夫だと思うんですけど、まあ奄美諸島というのは一つのね、まあ、あの島ですから、でもすぐ近くだから、だからかつてはムー大陸もご存知かどうか知らないですけど、ムー大陸は50メーターほど海の水が下がってたということがございますので、もうほとんどもう島続きだった、もう陸で続いてたんじゃないかなと思いますね、私は、うんうん、あの琉球大学の今名誉教授になられた木村教授がですね、そのことをおっしゃってますね、琉球湖という、だから南西諸島一帯がもうそのまさに、その無大陸の中心であるということが分かったんです。で今この2月の14日のイベントに向けて本を今作ってまして、ほぼ完成してるんですけど、でその時また来ていただいたらですね、あのすごい話が出てくると思いますし、竹野内さんも来ていただけますから、あのかなりいろんな古代の古事記日本書紀は疑問書でしたので、それのさらに古いものが書いてあるのが竹野内文書というのがございましてね、神代文字とか神代文字とかご存知ですか、ね、あ、もうそれが今分かってますので、あの分かってきましたんで、ね、もうそれで完璧にもう今までの我々学んだ日本史とか世界史は全ても崩れてしまった、もういうことが言えると思いますね、はい、でその中 その今日は皆さんどういう分野が邪馬台国を知りたいのか、うん、僕はもう上福の話、上福の話ねはい、はい、要は上福だってそんな3000人もの人が一平に来たら、はいはい、絶対に一箇所に上陸なんてできないでしょ、うん、バラバラになるはずですよ、まあ、それは分からないのでね、まあまあそれは分からないですけど、まあ、バラバラになるから日本列島のね
九州佐賀県とか京都の北部の伊根とか、そうそう、はい、から富士山とか、それから新宮ですね、まあ、そういうところは有名で、まあ、30カ所ほどそういう伝承地がある上福の上陸した場所がね、そういうところが残っているというのは、まあ、おそらくゼロとは言え、まあ、そういう話が、ね、私はね、最初に、まあ、奄美の徳之島に来た、うん、でその直後に卑弥呼の邪馬台国がもうできた、今までは400年前と思ってたんですけど、卑弥呼の邪馬台国は紀元200年ではないと、うん、いうことが竹之内文書で明らかになったのでね、うんうん、紀元前に卑弥呼の邪馬台国があったので、うん、もうこれはもうすごい説です、これはもうその根拠が分かってきたんで、この今回の2月14日にも発表しようと。それはおっしゃるけど、その年代だったらちょうど上福のその上福に近づきます、その時に近づきますね、紀元前に上福の一行にもすでにもう、うん、卑弥呼と言われるような、まあ、そういう優秀な子供たちがですね、もう数年後になったのではないかなというような、まあ、気配もするんです。これはもうそうなると神武をどこへ持ってくるかと、のこう皆さん古代史ですよね、神武どこへ持ってくるかってんだね。神武は、まあ、だいたい400年ぐらいね、紀元400年ぐらいの話になってるんですが、神武はまあいなかったんじゃないかなと。これはもうまだその確証的なことはわからないんだけど、神武が今から統制してきたっていうのは、これはもう完璧にもう嘘だったというのは分かってるんですね。まあ、誰かをそのでっち上げて、そういうふうな作り話を作ったということが言えますよね。日本人が初代の神武天皇になったんだというように、まあ、天皇の都合のいいように歴史を作った、古事記日本書紀を作った、その作ったのはこの京田辺にいた藤原不比等であったということが分かりました。うん、ご存知でしょ、はい、でね、だから今我々学んだ平田のあれあれというのがですね、言ってですね、それを大根安丸が書き留めてやったというのもどうやらおかしいと、うん、いうことは分かってきたわけで、もうこれ皆さんも私がここでもう2、3年前に言って、うん、でも半年後に皆さんもご存知でしたね、ここへ来られる方は。もうすごいですね、ネットの力というかね。で今ももうこんな去年あたりから日本の歴史は世界の、まあ、最先端を行っててですね、日本が文化を作った、そこからスメラミコトと豪式人と十部族がですね、世界に、天の浮舟に乗ってですね、行って統治していたと。でスメラミコトの子孫が世界に全部散らばったんだと、 16のあの花弁ね、菊の門、その方角の360度方角に、まあ、行ったということは皆さんご存知ですね。もうね、すごいですね。もうそれはね、もうほとんど皆さんもう知るようになりましたね。だから納得いくんです、それで。今はもう体力なんですよ、これね。ムーの雑誌もですね、ムー特集をやってますから、ムーも分かりました、奄美なんですよ。奄美の中心、奄美が中心ですわ。沖縄も挟んだね、南西諸島のね。あれが、まあ、大陸というのかどうか、琉球古領とかいう話してるんだけど、まあ、それが小さい、だから、もうそういう集まりね、太平洋のいろんな島に、なんとかネシア、ミクロネシア、なんとかネシアというのが太平洋たくさんあるでしょ。あの辺りに、あれがその一つのくくりとしての、その共同体となった島でつながってた。それ全体をこう見て、もう大陸じゃないかと。だから海峡で、あるいは運河で、あるいは川で、それぞれが連携してですね、小さなこうカヌー、ね、アウトリガータイプのなんか横にこうなんか浮きみたいなのが、あれだったら少々の波がいても沈まないらしいですね。これは違う、皆さんもう海洋民族だから実際仕事されたりしてるんじゃないかなと。今言われてよ、分かりますと、陸続きっていうのが前ね、僕読んだ本で、うん、瀬戸内海、漁師が船底引きやったら何回でも網が切れるんですよ、うん、でそれを潜って調べたら、なんと象の牙とか牙が一歩それで引っかかって破れてて、うん、ああ陸続き、面白い話やね、瀬戸内海に象が、何万がいたんですか。そんな話も、いやいや、奄美にですね、だからそれ今言った話で、あ、そう言われたら陸続きで言われてもおかしくないな、奄美に象のいろんな見つかってるじゃないですか、はい、そういう、はい、ね、はい、骨がこれ前もうそれこそ40年前やけど、うん、本で読んだことがあるんです。と今それがカーンと今の頭がピャッてしてる
それからあの一番台湾の近くのね与那国島で、あの海底遺跡が見つかってますでしょ、まあ、あれなんかはまあジグラシオという、神殿ですわね、かつてのね、まあ、ピラミッドにも当たるかもしれませんね。ピラミッドは元日本にあったわけですから、頭頂ではないですね。エジプトのピラミッドは日本人が作ったわけですから、日本人が全部世界を作った。だから世界の四大文明は、我々並んだ四大文明は全部嘘だから、日本人以外の外国人が、西洋人が言った歴史は全部でっち上げ。だから私そう思います。エジプトで人類の最初がね、黒人として生まれて、それが世界にこう散らばったと、あれもおかしいという話出てますし、だから黒人から白人は生まれないと、というのがもうそういう遺伝子学的に DNA 的に染色体的にということ言われてますので、だから黄色人種から白人、白人から黒人、じゃあ、 あの黄色人種から黒人になったんじゃないかなというのが今も通説になりましたし、で太平洋一帯にムーという人たちがいてですね、まあ、その人たちが世界に散らばった。そこがムーが、あのなんていうのかね、天変地異が起こりましてね、だから地下のマグマがバーッと噴き出してもうすごいことになったりとかですね、あのハワイのああいうあたりのね、それからあの陸ができたりとか、あるいはあの陸が沈んだりとか、それからプレートがこう動いてですね、もう大変動が起こったとか、大津波が起こったとかいうことがあったみたいですね。やっぱりただそれが一夜のうちに全てがそうなったんではなしに、竹内文書は5回6回、そういう長いスパンで間を置いてあった、各地域ごとにあったのではないかなというように私は推測しているんですね。だからこれ皆さん、まあいろいろ有名なね先生方も、いろんな作家の先生とか、いろんなね、あの UFO を研究する人とかさ、いろんないらっしゃるんですけど、まあ空は上がったら見えるかもしれないんですけど、地下の状態というのは誰も潜って見たことないですからね。例えば潜ったとしても、せいぜいもうね深海底が見れるぐらいだから、ごく一部でしょ。ですよね、スキューバでも50メーターまで潜れる人は、私もスキューバダイビングやってたか分かるけど、50メーターアマチュアダイバーではよう潜らないですよね。全然30メーターぐらいなんですよ。50メーター潜るともう非常に危険になりますから、いろんな装備がいりますから、だから潜って分かってるから、あの与那国島の海底遺跡見たら、これはもう完全に人間が作ったもんだなと、だからスキューバダイビングで潜れてる範囲で移してきてるから、もう水深も分かったから、あ、これはもう完璧に、かつては海の水がもっと下の方にあったわけですから、神殿だなと、まあいうことが分かって、まあそういうことで非常に面白くなってきた。だから日本はもう世界の中心であってですね、もう日本、今まで我々漢字ね、漢字は中国から入ってきた、逆なんですよね。で最近で分かったら、あの中国の一番古い殷王朝がね、これが日本人が作ったと言ってますからね。もう全て日本人、王朝は日本から行って王朝、そうですよね。スメラミコトが世界へ行って世界の国を作ったわけですから、それを向こうの人たちは日本が古いというのを知ってるわけです。知ってるから、それをもう僕ら叩きして、我々日本人が全部もういじめられ続けてきたと、現在も続けられてきているということですね。だからあのチャーチワードというのはご存知ないですかね。あのムーを、ね、あの最初に発表したね、まあ、その人でも、あのイギリス系のアメリカの生まれ、イギリス生まれのアメリカ人だから、白人のあれを優越感を持たせるための、まあ、文章を書いたりしてたんじゃないかな。だからムーは最初にいたのは白人であるということを述べてますからね、何の根拠もなしに。だから白人から黄色人種になって、それが日本人だったんだというようなことを書いてますけど、まあ、それもおかしい。現地見てきたら分かりますからね。だからそういう面から日本の歴史という日本列島を見ないと何も見えてこない。 NHK がやる謎謎と分からないそれは謎で、嘘ばっかり言うてるから謎や、嘘の歴史歴史というのは、まあ、あのご存じのように、あの権力を取った人が歴史作りますわね。そういうことですよね。だから嘘を書いとるわけです、うん、半分ぐらいは私嘘じゃないかなと、だそれを我々もそのまま学んでますから、何の気なしに。
だからそこで疑いを持たないと、うん、まあダメなんじゃないかなというのがね、でないとつながらないですね、歴史がね、海外の歴史と日本の歴史と古文書に書いたのと実際に発掘したものと出てきたものと伝承されてきたものをこう比べてるとですね、一行も書けないんです、うん、文章がまとめよう、そういう人ほとんどなんです今ね。だからそれは書けないですわ、ついつも合わないもん、でち上げて書かないと文章できない。だから今まで書かれた歴史のそういうものはまあそういうこじつけのねものが多いんじゃないかなと。だからその中で大先生はですね、もう大先生が言わはったことをもう信じてですね、もう洗脳された歴史教育の勉強した人たちがどんどん本をまあ書いてきておられたから、いろんな疑問とかね、聖徳太子はいなかったとかですね、聖徳太子はいなかったらもう家系図がないからとかね、いろんなことを言うてはるわけですわ。それはそうや、それはしょうがない、それしか情報がないからね。まあ、その辺がまあ私、まあ、世界40数カ国回ってきたんで、まあ、そこでいろんなことを見てきて、なんでこんな日本と同じようなものがそんなところに残ってるのか、あるのかと。おかしいな。そこから日本に来たにしては、最近トライしてきてるわけだから、それも古い歴史が日本にあるからね、ついつまが合わないということでね。でここへ来られる方にいろんなね、いろんなオーソリティが来られるから、いろんな話聞いてるとそのうちに刺激されていろんなことをお前知るようになって、嘘か本当かわからないんだけど、まあそれらの情報を踏まえながら勉強しながらね、まあいろんなね分析をして、まあ、発表してきたというのがまあ実情なんですよ。だから名古屋も、名古屋が来れたでしょ。どこから京都です。京都から来れた。京都のタクシーです。あ、京都から来れた。でどういう仕事をされてるんですか、京都タクシー。タクシーされるの、はい、いや京都といえ京都の個人タクシーで、ね、あ観光ばっかりしてるんです。あそれでどうしてもいろいろ調べとかないとね、はい、そうあそうなんですか、うん、だけどそんなことをまでまともに人普通の人に言うたって分かんないですから。分かんない、うん、まあまあ今僕らは、まあ、お客さんに話するのは、まあ、古事記やとか日本書紀で書かれたやつの順番でしかお話はしませんけど、あの元はこういうようなことも面白い疑問もあるんですよいうという話はしますけど、ね、あそしたら平安京がどういう町かというのはご存知ですわね、はい、エルサレム、はい、エルシャロン、はい、でガリラヤ湖は琵琶湖と、はい、その辺は話されてるんですか、祇園祭りとかそれとか、イロハニホヘとチルヌルあの中のオリク、ああそういう話も、ああそれはヘブライ語のあれと似てると、はい、うん、イエスなんとかイエスとか、ああそんな話、一応じゃそんなん聞いてみんなびっくりしはりますよ。びっくりしはります、ね、先生がびっくりしたそりゃそうやわね、うん、そんなもんどこにも載ってないから、うん、観光協会の本の中にも載ってないし、案内所にも載ってないし、うん、で先生が知らん、蚕の社とか、そうご案内して、であそこに書かれてますよね、ネストリアンドの景況とか、でも実際は景況が500年代に唐に来てますから、はい、それ以前に旗底が来てるから、うん、これ原始キリスト教、ギリシア正教じゃないかとかいうことをこう説明するんですけど、うん、まあ真の始皇帝上皇よりも早く旗底は来てないと思うんですけどね。あそう、旗師は紀元後でしょ。だから朝鮮の新刊の方から来てるっていうのもあるんですね、あれ そこを経由してね、うん、だから神武天皇と一緒に、まあ、来たような雰囲気ですわね、旗師というのはね。だそれより前は物の部氏が来てるわけですね、うん、だからそれがその徐福の話だ、徐福の話ですね。それが浜辺一族の、そうです、それから甘えて物の部氏の物の部になる、それが、まあ、一番記録で残ってるのが一番古いわけで、それ以外のものは記録ないでしょ。だからそれがまあ唯一のね、あの紀元、まあ、200年か220年ぐらいに、まあ、日本にやってきたと。でそれも奄美でなしにですね、その先ほど出た九州とかこう、うん、本州の方に来たと、うん、あるいは朝鮮半島の一部にも来たとさ、最終都とかに来たという話をされてるんだけど、それではついつまが合わない、日本の歴史のね、
で、竹取物語を調べてて、まあ、展示もしてあるんですけど、その、宝貝出てきますわね、5人の貴公子ということですかね、その宝貝の交流で、中国の殷王朝と交流があって、殷王朝を輸出してたと。で、それらが中国の国で貨幣として使われてたので、その古代の遺跡にたくさん見つかってくると。で、まあ、この第二別館の蔵の2階にはですね、その中国の三星堆遺跡という最近発掘された紀元前3000年紀元前3000年で分かりました。それそこからその小安貝が続々と見つかったということなんで、私もそこ行ったんですけど、私行った時はまあそういう、まあ、まだ2年ぐらい経ってからかな、1年経ってから行ったんで、でも立派なあの博物館なんですよ。だから日本人ほとんど知らなかった。目がギョロッとしたね、もう金象眼してるんですよ。だから金象眼な、金なんてのは日本ですよ。ね、日本、ジャパンですよ。ジャパン。黄金の国ですよ。誰か言うたでしょ、イタリアから来た。ね、ベニスから来た。そう、ご存知のマルコ・ポーロが。あれですよ、日本はまさにもう今でもたくさんまだ埋蔵金がたくさんあるらしいですよ。ただその日本紀元前3000年前っていうのは、うん、日本では巻いて石器時代でちゃいますもん。縄文時代縄文でしょ。紀元前3000年だ、縄文人ちゃいます。石器時代は15,000-16,000年でしょ、うん、そうでしょ。その15,000-16,000年の石器がですね、磨製石器が日本で見つかったよ、うん、この石器がに日本最古な、世界最古なんですよ。だから日本が一番古い紀元の一番古いもうそのものが加工した石器のものが見つかってるわけですから、日本がもう世界最古の文明が。三星堆のところに出てくるお米じゃないですかね。そのお米が日本に伝わってから日本の巻いて稲文化がなってきてるわけですよ。赤米というのが見つかってると思うんですね。まあ、それがまあ2000年3000年前、ですから中国の長江文明というのは、あの湖南省からずっとね、あの寧波にかけてのね、遣唐使が行くをかけたのあのところに3000年のね、あれは超東山遺跡というのは4000年前でしたかね、湖南省のところね。まあ その程度なんですよ。そんな問題ないわけ、日本1万年1万5000年6000年前ですから。ここにあの仙外経という山の海のお経と書きまして、はい、日本の古事記みたいな本があるんですが、はい、今 あの三星堆の中の城下の話、はい、あの槍で弓矢の芸という武士が出てきて、うん、撃ち落とす9つあったやつを落として1つ残ったのが今の太陽、それが、はい、あの八田ガラスの話になるんですが、うん、それがなぜか法隆寺まで来てるでしょ、玉越の落としまで来てるんですよ。何八田ガラスの中にね、法隆寺のね、城がね、城がとこの2つが、うん、古いですねこれは、うん、それがあの面白いのでいつもよういろいろ喋ってるんですが、うん、これあの月と関係するんですね。月と、うん、もうちょっと竹取大きな博物館の この場所の月、竹取物語やって話に、うん、そう関係あるんですよ、うん、城カエルがその2人分のアプローチの薬を一気に奥さんが飲んで、うん、はい、カエルに変身して好きになるんですが、ただ中国では日本ではそれが竹取物語になってるというのがよくご存知ですね。あ、いや、その辺で一回あのもうそこ話が、いや、その通りですよ、うん、そのね、それに関係するような西欧もね、東欧も、はい、あの青銅器が見つかってるわけですから、うん、だこれが、まあ、中国では1世紀から2世紀の、まあ、青銅器がね、ここから見つかってるわけですよね。ツバイ古墳やら関係ないんですか。ツバイなんかもっと新しいんですよ。あれは新しいです。だから1世紀から2世紀の古墳といったらツバイなんかは三角淵新宿でしょ、うん、もうあれはもっと新しくって、あれはだいたい3世紀ちゃいます、うんうん、だここの古墳からは、井の岡古墳からは 1世紀から2世紀、中国の1世紀から2000期のその四棟建ての馬車で乗って崑崙山へ行くようなそういうシーンが描かれてるわけですね。もう後から見てたんですけど、ね、だからその辺なんかが、まあ、非常に古い歴史がここにあると。でここは物の部氏が降臨した場所ですから、降臨、物の部氏の前は逃げ早日の御事、逃げ早日の御事が生駒にいた、うん、長曽根彦の娘と結婚して、うんうんうん、
ね、その後富というところ、うん、奈良の富を、うん、富をよりもっと北の方、うん、京都と奈良の県境、うん、富というところに最近分かりました。日があったら分かった、今は分からなかった、誰も分からない、うん、そこに根拠地を築いた、物事の根拠地はね。その後、まあ、3代か4代後の神武がやってきてですね、まあ、あの政権を譲ったと、うん、印をお互いに見せて、見せてお前の方が兄貴やちゅう話ですけどね、新居の言うことの方が、新居が、それはまあ本当のことでしょう、ね、多分それは古事記にちゃんと載ってあるから、古事記はなんかその辺なら載ってるんですよね、うん、それ以前の物述べとか、それは載ってないんですよ、物述べがどっから来たとか、そういうのもね、まあ、あの古事記には載ってませんからね、久慈本人にね、まあ、載ってましてね、もううちも去年、今年か、今年の2月に、まあ、イベントやった時にその辺 の, あの徳佐の勘だからというのがね、十種の神宝というのがあるんですよ。三種の神器なんてのはそんなもん新しい、十種の神宝が大事なんですよ。これ誰も知らない、知らない、初めて聞いた、うん、これがもうこれを調べるのはダメなんですね。これは物述べ師の関係なんです、うん、だからそれが朝が出てきたりね、あのそれから大乗祭の時に使うようなものが、神器が出てきたんですね、そんなものがあって、ただそれを持ってる人がいるって見せてくれって言ったんだけど、持ってはりなかった、持ってなかったね。物述べ師の根拠地である磯の上神宮の人もそれはあるんだと見たいという伊勢神宮の人もその話を聞きたいって来はったんですよ、ここへ。うちの方が聞きたいのにはね、伊勢神宮の方もその物述べ師の古い関係わからへんでしょ、うんだからこの神社が元やって生まれてますね、この、うん、京都の北部のね、うん、だからその前は分からへんさな、うん、もう、それどこなんですか、その前は、この神社の前は、この神社の前はあのアホでしょう、あの奈良のアホじゃないんですか、宮さんの隣の、宮さんの隣のところあの日原神社って言っちゃう、ああ日原神社ね、ああ、の要するに八幡五分の方になる、北の方になるでしょ、そうそうう、まあどうかな、携帯天皇のあのあれなんかあの辺りもあるでしょ、携帯天皇もあるんですよ、あの辺ポツポツとね、だから箸墓と思われます、卑弥呼屋は大国がそれはそれだけはちょっと、まあ、なんか西川のことも僕が出てきてましたけどね、これだからそれがもう分からへんだら、もう歴史何も歴史が始まらんのです、始まらんし、もう話はそれを大和説で言うてたらもう ここへ来ても意味がないんですよ、うん、そうね、ただ NHK が、これも強引だと思いますけど、250年に月食があって、日食があって、太陽が一回隠れると。それを卑弥呼が使ったんではないかって説をこの間やってましたあの暗がりにするという、ね。うん、NHK なんじゃな、もうまだ、ね、大本営発表ですから。いや、だから古事記とか日本書紀に書かれてるもんは、うん、僕らそれ以前のものを知りたいだけで、そう、そこまでは。まあ誰でも知ってることですから、NHK はそれを採用してませんから一切、うん、疑問者としてるわけですから、うん、疑問者として昭和の初めに逮捕して、うん、新旧類を全部もう没収してたすな、なんか第二次世界大戦で燃えてしまったとか、うん、いうようなことを言っとるわけだけど、しかし実際には、うん、竹の内の宿根らがですね、転記しておって、ね、川にこう書くんですな、うん、紙はもうボロボロになりますから、うん、川に書いたものが残っておって、だからそれが今最近やっと公伝するようになってきたということですね、うん、今まではもう公伝してはならないとなってたのを、もうこの時代はもう明らかにしないとダメだと、うん、日本がもう沈没したから復活するためにはもうそれが必要だ、日本が最古やったんだ、文明があったらそれちゃんと竹の内文書に記入されてますから、これはもう公表することが日本人復活のもうあれであり、しかも今世界がまさにもう平和を訪れずにもう戦争をやってですね、もうとんでもないことにもう進みすると、これはもうこれできるのはもう日本人だけしかいない、外国ではそんなんもう言ってるところないですから、日本人しかいないということで、まあ私もまあそうやなということでね、まあ YouTube とかブログとかホームページとかいろんなもんでこう発信してたらですね、アメリカのそのすごい人がですね、まあすごいそういう 1% の人からですね、電話があってですね、あなたの言うてることは 99% 正しいと、どんどん発表してくださいと、そういう人たちでももう歴史がわからないんですよね、世界の歴史が伝わってきない、アメリカはもう自由がなくなったから、日本人のような情報が入ってこないんです、アメリカでは。そんなこと一言でも言ったら即逮捕されます、私たちはね、いう世界になったから、日本でしかそういう世界平和を
もうそういうことはもうできなくなったという電話がもう3時間4時間かかってくるんです。それもあなたしかできないっていう、あなたで誰ですんで、私ですかと。あ、そう、あなたしかできない、なんでですねと。いや、それはそういう歴史を全部ご存知だから、世界の歴史、日本の歴史、そんな人は日本人いないって今、うん、いうことをおっしゃる。まあ、それはそういえばそうかもしれません。それはまあね、あの司会文書とかあんなも行ったし、イスラエルもユダヤも全部行ったし、ね、イエスの布教してるところも行ったし、もうエジプトからヨーロッパ、中国、ね、インド、アメリカ、ペルーね、もうほとんどのまあ有名なね、古代の歴史と言われるところは全部行ったから、だからそこ見てきてるんで、だからそういうところからの経験に基づいて歴史のつながりをこう見ておって、今点でなったのが線でつながって、今面でつながりましたんで、やっと竹内文書をあの見ることが分かることによってね、それでもうまあ声を大にしてまあ言ってるんですけどね、まあでち上げてるようなもんですね、私もね。でも案外評価する人いるんですよ。いやいや、うん、私たちは感激して、感激していただいてる。まあ、それは嬉しいね。まあ、そう言っていただいたら。いや、この間もね、実は NPO のそういうのを研究してる方がね、あのネットを見たりいろんな資料を見たり勉強してるんだけど、あなたの言うてることが一番もう当たってると言うてキャッタ、4人ほどね、他のいろんな、まあ、ネットとかね、YouTube でも話してる方がいらっしゃるけど、ちょっとこう首かしげる部分があるんで、ね、どっかで引っかかりまねえわ。ね、なんかこれおかしいなと思うんでしょ。あのムーのあれなんかをね、まさにそういう最先端行ってるじゃないですか。あの、でもちょっとやっぱりこう宇宙の話になってくるとですね、西洋寄りのですね、UFO が来たとかね、なんか、スプラッシュが起こって地球にバーッと水がばらまかれてね、あの、うん、あ、海になったと、ね、ノアの箱舟になったんだとかね、あの大陸がその一夜のうちになくなったんだとかいうね、まあ、面白いですよ、面白いけど、まあ、それは私はどうかなってね、それは竹内文書を見れば数回に分かれてそういうことになったと書いてあるから、まあ、それが正解なんじゃないか。だから竹内文書というのは、その各年代ごとにすべらあの竹内宿根さんがこう書き留めてずっと継続して、弾圧が受けてもそれをまたどっかに保存してですね、その人を帝もですね、その人を殺したことにしてね、そっちの仕事にさしてやね、あの残してきたという、命をかけて残してきた古文書なんですよ、神重荷なんですよ。これはもうすごい、それで聞いただけでもすごいということ。だから古事記でもね、あれおかしいでしょ。なんかどこか名古屋のどこかのなんか小さなお寺で古事記のあれが見つかったんでしょ。そうなんですか。原本が。あ、そうなんですか。じゃあ他にはのあまりないんでしょ。ない。おかしいじゃないですか。そんなあんな古事記のあんなすごいもんがね、本番に書かれたもんが、きちりしたもんがあるんやったらね、もっときちりしたもんが残ってないんだろうね。その残ってへん、そんな古い残ってないでしょ、もう不思議やなと思うんですよね、どっかにあるはずなんですけど、ほんまに最初に書いた時はもうちょっときっちりした方が書いたんかなと思ったりするんです、そうなると宮内庁が持ってるんですかね。いやーどうかね、だからもうちょっと正確なんがあるじゃないかなと思うんだけど、それを見せたら天皇家がひっくり返るから、まあ、ひっくり返りますな、うん、もうおそらく出さないんでしょうね。だ九字本義にあたるようなモノルビシのいろんなものが書いたような、あるいは序服のようなものが書いたものがなんか持ってるという話なんや ね、 そうですね。だ持っててももう全部そんなもん焼却してるでしょ、いつかで誰かが出してくるから分からなくしてしまってると思いますよ、すごいあるわけですから、今の天皇の御家の具合あるわけですから、それがあるとどうでしょ、うん、血筋が違うからはっきり言ってご存知でしょ、それそうです、うん、明治の頃からちょっとおかしくなってるんですよ、まあ、携帯天皇の頃からも、うん、まあ、体を継ぐとか言ってね、五世の孫というご存じでね、天皇では開けないのと一緒ですわ、まあ、携帯天皇ならもご存知でしょ、出自とかね、携帯天皇どこから来たのかと、うん、越前の方から、ね、三国から出てきたっていうのは、ね、それは分かりますけど、そんなもんその頃に血筋がどうやとかこうやとか分かるんですかね。いや、それはきっちりしてるんです、それはもうきっちりしてるんです。そうですかね、天皇家の尊度はきっちりしてますね。それそうですかね。そういうだからそういうのはね、韓国からのね、トライ系が全部このとこ占めてるんですよ、三国の辺まで、はい、あれはみんなあちらから越前に行って巻いて海を起こしてきた人たちが住んでる、大陸から大陸でしたらしいですね、うんうん、だからそのあれだからでも携帯天皇はもうその環太平洋をこう掌握するようなあの
大王であったと言われてますからね。そうなんです。だから奈良なんか入る必要ないんですよ、うん、そうそう本当はね20年も経って、うん、外国で何かあったらすぐ船でもう出かけるような体制なかったらいかんわけですよ、うん、だからあの日本海でしょ、琵琶湖水系、淀川水系、木津川水系、全部握ってたわけです。そうです。だから奈良なんてもう奈良の勢力と違うかったから奈良に入れなかったんだというのが学者の先生方の説でしょ、うん、逆です。奈良なんか閉じ込んだら何もできへん、うんうん、そういうやっぱすごい人だ。だからあのご存知のように茨城のあの辺りに古墳が、慶太天皇の古墳があったわけでしょ、うん、でそれのおじいさんが何かに当たるのがその本来の宮内庁が指定している古墳じゃないかなと私は、うん、あの理解してるんです、うん、さらに西の方にあるね、慶太天皇の古墳と指定されているところは、その慶太のその前代ぐらいのですね、うん、その時代の元遺跡が出てきたところの元の石棺のところは、うん、まあ大体本当の慶太天皇やというふうに言われてるんですけどね。だから慶太の古いあのところを指定されているようなもんだから、だから違うと言われてるからね。だからここに慶太天皇のあの続きの宮が。はい、できましたね、うん、これはもうなんでここに来たかというのはやっぱり過去にそういういろんなものがあったか、ただ単に来たわけじゃないわけ、奈良にちょっと近づいたと、近づいたけどまた仏に下がったんだというようなことを言うてはるけどここになんで来たのかって、沖縄氏がいたわけ、沖縄氏がね、沖縄が正しい、ね、神宮皇后、うん、そうそう神宮皇后は元卑弥呼と言われてたぐらいの人やから、ね、で向こうへ朝鮮半島へ行って朝鮮征伐して、うん、なんかやとそれ子供がおったんで、うん、腹にあの石を撒いて生まれないようにしてという、まあ、こう有名な話ありますわな、うん、せやけどあの人もおかしな話で、長いこと向こう行ってて赤ちゃん10ヶ月もその中におったんだね。ね、まあその辺もおかしい。だからね、日本で書かれてた竹の内文書そういうのは書いてたら信用できるけど、うん、外国の情報でね、まあ、特に朝鮮半島でね、朝鮮半島あ行かれました？韓国とか旅行に行かれない。行ったら分かりますよ。ここから日本のものが入ってきたなんて言われたって、博物館行っても現地行っても考古学のいろんなもの見ても考えられないわ、そんなもん。前方後円墳開けると小さいじゃないですか、20メーターぐらい。でもそうですもんね。そう今もうだから前方後円墳ももうあの日本から来たというのはね、もう分かるからやね。全部壊してるらしいですやんか。ああそうですか、うん、韓国の前方公園も全部壊してる。左下の方ね、歴史を壊しとる具合ありから、でだから三原とかなかったと言ってますからね。そうそうそう今はね、だから日本が三原とか行ってね、だから朝鮮半島のに文化を送ったわけですよ。そういうことです。そ、うんななかったと言ってるでしょ。向こうから来たんやろ、くだらから全部来たんやだけど向こうに書いてあるんですよ、あの弥生時代って言っていやそれ弥生時代の人が日本から行ってたんですよ、うん、弥生時代って書いてあるんだよ、うん、だから日本の歴史をそのまま映したい。日本から文化行ってるけどね、日本と同じようなあんまりないんですよ実を言うと、うん、もう野和食わずの生活の形だったんちゃいます。だからあの NHK のあのね番組あるでしょ、向こうのね、そのあのあなんだ歴史なんかあの韓流番組があったんでしょ、ね、うん、あれなんかもあの衣装なんかでもあんなカラフルな衣装は自分あの韓国になかったんだよ話。嘘やあれ全部まあ白の衣装ですよ私。ほとんど白ですね。あの民族博物館行ったらね、白の衣装ですよ、あんなカラフルなのないですよ。たまたま王族のちょっとした人がちょっと色のついた着物のみたいなものをね着てるのはあるけど、一般の人はそんなもんないわけですから。だから朝鮮半島を経由して日本の歴史が大陸から渡ってきてると、渡ってきたのは渡来してきたと皆さんおっしゃってるんだけど、それはどうですかね、どう言ってるのか、渡来してきたのは27の23万 の, その里帰りしてきた、里帰りしてきた、里帰り逆か、里帰りしてきたと言ってるんですよ、もう去年あたりからトライは里帰りです。日本から行ったわけですから、そう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 、石器時代縄文時代に行って、うん、行ったやつは世界に文化をしてスメラミコトの女性の子孫がですね全部王族になったわけですから、ただ向こうは荒廃したもんだから、文化シュメールの文化とかイスラエルの文化とかエジプト文化とか全部日本人が作ったわけですよ。ところが
彼らは農耕民族じゃなかった、定住生活の民族じゃなかったので、うん、その遊牧民族だった、うん、だから点々とこう行かない、うん、だから住んでるところを戦って壊していかないかんわけですよ、うん、だから全部荒廃してしまって住めなくなったので日本に里帰りしてた、うん、それが127件のあれの民族になるわけですか、うんうん、まあそういうことや、それはもう確定してもいいんじゃないかなと私は言ってる、うん、いろんな人言うようになりました。でもそれは何もね、あのそれはあの出戻りやと言うてるそうでね、失礼な話や、出戻り離婚して帰ってきたんや、でも失礼なこと言う人おる、ああまあ西洋人はそんな言うでしょ、それはそうやないと、キス本能やと、ああキス本能わかります、動物のキス本能、ふるさとへ帰る、帰ったい、だから亀が戻ってくるでしょ、同じ海にね、うんうん、だからツバクラメ、竹取物語に出てくるツバクラメね、ツバメ出てくるじゃないですか、はい、5人の貴公子のね、あれもそうじゃないですか、ツバメ、うん、自分の生まれた巣へ戻ってくるじゃないですか、ツバメね、うん、それですよ、それやと私思いますね、うん、本来人間も同じ動物やから、うん、まあ里帰るのも分かりやすいけど、キス反応、キス本能を言ったってね、まあそれはピンとこんけど、まあそういうことじゃないかなというように最近ね、まあ言ってるというね、まあそんなことで、ね、ちょっと今ね、はい、プリンターしてましてね、はい、あのここの展示物をちょっとあの説明してあげてくれる、はい、今の